はいどうも皆さんこんにちは、ピオキングです。今日はみんなでバトルやっていきましょう。で、最近ねマリオメーカーやるときにお知らせがよく来るんだけど、僕がねクリアしたコースをことごとくね最速タイムを更新されましたっつって結構そのお知らせが多いんだよね。その最速タイムを取られたコースってそんなにね人気があるコースじゃないんだよね。だからこの動画のね視聴者さんが面白そうなコースをねよりすぐって最速タイムを取ってんのかなって思うんだけど、どうかな。てかこのドッスンやばくね、これこれどうやっていくんだこれ。うおっ、あ待って、よしよしよし、あ待って、これはこのまんまどっちだ、上に行くかこれ。あ待って、危ない、あやばい、しるしる、よし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 、あこれはまずいな、走っていこうか。あ待って待って待って、まずい待ってまずい、うおー、これ右に行けばいいのか、それともね上のリフトに乗ればいいのか、どっちなんだこれ。上の方がいいのかな、今マリオがいるところ。どっちだろう、ラグいな、そしてラグ、めっちゃラグかったぞ今。あのマリオがね今怪しいな。俺も上行きたいんだけど、上行けるかな。よし、俺もルイージ乗してくれ、ダメだルイージ、俺も乗してくれ。あーやっぱり上か。あ下からでも行けんだ。てか最近負けすぎてやばい。せっかく4400台超えたんだけど4300台切ってるもんね。もうちょっと取り戻さなきゃやばいな。で、そのさっきも言ったけど最速タイムをねよく取られてんのが、名前がねニムニムさんっていう方が多いんだよね。でね、僕の動画にねニムっていう方がよくコメントしてくれてるんだけど、絶対その人でしょって思うんだけど、どうなのかな、違ったらごめんね。いや別にいいんだよ、僕がね遊んでくれてるコースをね一緒に遊んでくれてるっていうのはねめっちゃ嬉しいから。うん、あ待って、これは上か、焦るんじゃないぞ俺。あキノコ取りたい、キノコ取りたいけど取れるかな。まあいいや、もうここは賭けに出るか。俺も上に行く、オッケー。そして次は、うわぁマジかよ、これは、これ難しいな。逆さか、急に。キノコ取っておくべきだったわ。キノコ取ろう。よし、オッケー。お、あのルイージ、キノコ取らなくても大丈夫かい？よし、俺も。これね、クッパの火を逃げ続けなきゃいけないってことでしょ、これ。よし、オッケー。で、このまんま、あ、ここ行ったら大丈夫っぽくね。危ね、あーやばいやばい、そういうことか、そういうからくりか。あ、俺も俺も俺もキノコ、あひどいマリオひどい、それはひどいよマリオ、今の邪魔はひどい。そう、まあでもバトルだもんな、俺文句言わんわ、もう文句言わ、でもひどい。あ、待って、俺も邪魔した、よし。あ、これもしかしてずっと下に行ける？うそーん！マジかよこれ。マリオ？死んでマリオゴールするかな？いつのタイミングで行けばいいのかな？でもね、このタイミングで行っても多分、そう、リフトがないんだよな。どのタイミングで行けばいい？ちょっと一回みんなでやり直ししよう。送ろう。多分誰も送ってくんねえと思うけど。よし、オッケー。お、俺だけじゃん。やったね。今回は誰も来るんじゃないぞ。ゆっくりクッパと対戦させてくれ。で、ジャンプ、オッケー。これはぜひクリアしてみせよう。あ、あ、待って、あ、キノコ、キノコ、俺にキノコをくれ。やばい、これは難しいな。よし、ジャンプ、オッケー。どこにね、この歯車があるかわからないから。よし、キノコ、オッケー。よし、あー待って、まずい、でももう一回取ろう、オッケー。よし、でこのまんま行こう。で、あのクッパがねジャンプしてきたらまずいから。え、あスタートからやり直しかよ、最悪だ。俺結構いい線行ってたんだけどな、今大チャンスだったんだけどな。もういいもういいもういい、もうそんなんするならもういいもういい、多分ね、リフトないと思う。あ、あったあったあった、やったね。キノピコ、一緒に頑張ろうな、キノピコ。俺の邪魔をしないでくれな、キノピコ。よし、ジャンプ、あ、まずい、これこれまずい、これまずい。
ぜひキノコ取っておきたいけど無理だったか。うおー待って危ない、これ危ない、ジャンプ、オッケー、キノピコ俺の邪魔はしないでくれな、ジャンプ、オッケー、よしよし、でこのまんまジャンプ。まあいいや、さっきもねこの辺まで行ったんだけど、ジャンプ、オッケー、キノコ一緒に、オッケー、キノピコ頑張れ、俺も頑張るから、よしオッケー、キノピコいいな、一緒にゴールしようぜ。ただね、ただし最初には俺がゴールしたいけど、何あれ、あまずいまずいまずい、これはゴールできるかな、さっきより大チャンスっぽいけど、え、なんで、ひど、これは難しいな、時間的にもう無理でしょこれ、30秒でクリアできる感じじゃないもんね、タイムアップだな確実に、2人でこうして待ってようぜタイムアップまでこのステージは難しかった、もうちょっと時間欲しかったな、ぜひクリアしたかったわ。でも最後のあのリフトのとこどうやって行くんだろう。よし、それじゃあどんどん行きましょう。顔が反対な人がいるな、そして龍馬っていう名前の女の子、まあ可愛らしい女の子がいたんだけど、レートがね6000超え、やばくね、6000超えはやばいよね。このまんま、よし一番最初か、このままジャンプして、ジャンプ、あて、慌てるな俺、慌てるんじゃないぞキノピオがいったな、これなんだ、あ、羽か、オッケー、飛んでいけってことか、よし、オッケー、よし、で、このまんま行くか、嘘、ひどい、ひどい、あのマリオ、で、このまんま、こんな感じか、よし、俺、チャンスじゃないこれ、たまたま上に行ったんだけど、いいね、よし、このまま右に行きましょう、あ、なるほど、どっかに土管が、これかな、なんか一番怪しそうな土管があったけど、やったよし、ちょっと運ゲー感あったけど勝てたわ、なんか一番怪しそうな土管だったもんね。いや S プラスの6000超えとかに勝てたらやっぱ嬉しいね。そうそう、最近コメントでねテラリアをやってくださいって方がいたんだけど、で調べたら結構面白そうなんだよねテラリア。だパソコン版とスイッチ版とかなんかいろいろあるじゃん、スイッチ版でも十分楽しいかな、なんかどれ買えばいいかわかんないんだよねどれ買えばいいんだろうって思って、まあスイッチ買っておくかとりあえず、なんかそっちの方がピオキングっぽいな、スイッチのゲームが、よし、でこのまんまジャンプ、これは賭けに出るか、上に行こう、よし、ドアに入る、そして右の赤コインを取って、ピンク、赤コインじゃない、ピンクコインか、これ5個取った人がいいな、5個目は4つ目、で左に5個目があるのか、なるほど、ここに、ここに来なきゃ無理だぞマリオここに来なきゃ無理だぞマリオ、あなたはここに来なきゃ絶対に土管に入れないぞ、よし、もう踏みに行こうか、よし、オッケー、で俺は踏ませねえよ、よし、オッケー、今の上手くない、かいくぐり方で左で、ジャンプ、ちょっと遅れたな、で右でゴールで会ってくれって思ったけど、うそん、こういう系かよ、ここに行ってみる、このドアに入ると、そしたら中間ポイント、よし、でこのまま右に行こう、でジャンプ、これはねぜひちょっと下の状態が見える状態にしておきたいけど、おりゃ、あ待って、これ落ちていい、大丈夫、あ大丈夫なんだ落ちても、でもこれ上が怪しいんだよな、ここが怪しいんだよな、上にゴールがあるパターンじゃないの、危ない、あーくっそー、あの月、月を取ったら全滅する、敵が、まあいいや、まだねみんな死ぬかもしれないから、俺はねちょっとこの辺でゆっくり、あ、え、何の音、待って待って待って、クリボー怖いんだけど、しっかりアイテムを取っていこう、
もう一回死んだらしっかりアイテム取っていこう。よし走ろう。あやっぱりか。クレヨンしんちゃんに負けました。でテラリアの話さっきしたじゃん。マイクラよりテラリアの方がねずっと面白そうなんだよね。僕個人の意見だけどね、まだ持ってないから買おうかなって思って。テレサを全て倒してからゴールか。45体ってことはどっかでねスターを取って倒しまくってゴールみたいな感じでしょきっと。よし、え俺なんだったっけ、俺マリオか。オッケー、あこれで倒すって感じか。難しいな結構。そしてね運感があるよねこれ。あ待って待って、先に倒したもん勝ち。もしかして45体目に倒したらいいんでしょうか。みんないすぎみんなここいすぎ、マジで超いるんだけど。みんな邪魔しないでくれ。まあいいや、下行ったら何があるんだろう。そして俺これ下に行けないんだけど、待ってこれ下行けんくね、これ俺絶対下行けんくね、これ。あらどうすればいいんだこれ。一旦扉入るか、扉入って入り直そう。でまたここに戻ってこようか。待って待って、ゴール条件待て、ブエだでもね行けないんだよな俺ら下に。どう思うこれ、これスタートからやり直そう。もうゴールしましたか、くそー。いや言い訳じゃないけど下に行けんかったもん、全然下に行けんかったもん。4400ジャストか、ジャストだな4400。はい、それじゃあこれでラストバトルにしたいと思います。4400ジャストだからこの勝負がね4400を切るか切らないかを左右するよね。バトル30連敗ってやばくない、キノピオ30連敗してたらこんなところにおらんよね。あなんかすげえ楽しそうこのステージ。どこに行けばいいんだ、でもどこでもいいのかな。待ってラグい、めっちゃラグい。よし、どこ一番左に入ったけど、で下、あ一番右が正解か、なるほど一番右に行こう。で一番右、オッケー。そしてどこだろうこれ、ここはどうやったらわかんだどこが正解とか。もう勘しかないよね。うそん、ルイージなんでわかんの、えなんでわかんだろう、なんだろうこれ全然わかんない。バトル30連敗さんに負けたわ。わ今の全然わからんかった、どういうことだろう。みんなわかった、俺全然わからんかった。えてかレート下がってんじゃん、どんどん下がってきてんじゃん。はい、今日のバトルはねここで終わりたいと思います。最近バトルのね調子が良くないですけど、これからもね応援して見てくださいそれじゃあまたね。